両風丸は気象庁地球環境、海洋部が管理する海洋気象観測船である。2012年現在稼働しているものは3代目に当たる。主に海洋の大規模で長期的な変動を監視するため、海底の地形、海洋の表面から深層に至るまでの水温や塩分、海流などの海洋観測を行うとともに、海水中の重金属や化学物質、 油分のほか、二酸化炭素やメタンなど、地球温暖化の原因とされる、温室効果、ガス、オゾン層を破壊する、フロンなどの養生及び海水中の濃度を観測している。気象庁は5隻の気象観測船で、海洋気象観測を行っていたが、2010年4月から、元船と京風丸の2隻体制となった。2001年に、第14回人事院総裁賞を受賞した。 映画252生存者ありに登場した。2020年7月11日には、西の島に接近し、噴火を観測した。観測のため、各種センサーを搭載しており、これらの運用のため海洋観測ウインチ、CTD ウインチ、A フレームクレーン、軽流形用、ロープ巻き上げ機、CTD 自動上げ口収納装置、中折れ二段伸縮式クレーンなどを備える。 海底地形水温、塩分水質海流波浪気象その他、ありがとうございます。